羽賀町東水沼付近宇都宮市表室町付近、栃木県道154号下高根沢表室線は、栃木県羽賀郡羽,羽賀町と宇都宮市を結ぶ、一般県道である。羽賀町西部の片金沢三日市から、羽賀工業団地南部、清原台団地南部及び、清原工業団地東端を経由し、国道123号に至る道路である。宇都宮市、 清原台付近で台帳を経由しているため、前後の区間において、高低差が激しい。起点付近の3日、市交差点から3日次第交差点間は、接続する宇都宮市激線のバイパス開通に伴う、旧道部の剣道指定解除により追加で本路線に、組み込まれた区間である。全線ほとんど片側1車線の計2車線である。周辺に、工業団地があり、 幾多の有名企業が林立していることから、通勤時間帯には混雑する。路線名に高根沢の名が入るが、下高根沢は、羽賀町内の大ざなであり、塩屋郡高根沢町は通過していない。2011年3月11日に発生した東日本大震災では、通過する宇都宮市が、震度6強を記録した。宇都宮市、清原台五丁目付近では、 崖状になっている、ノり面ブロックが損壊し、地震後から約3ヶ月にわたり、道付近では全面通行止めとなった。復旧工事は、夏頃から冬にかけ、行われ、2012年2月までは、羽賀方面車線を通行止めにし、工事が進められていた。ありがとうございます。